見える海カメラマガ、こんにちは。一般社団法人海カ GP の村松大輔です。今日はですね、現実から逃げていると幸せになれない仕組みというところですね。まあ、私自身がかつてもう超そうですね、この現実逃避をしてですね、綺麗事だけ言って全然こう、実が伴ってないと。そのところからですね、いかにこう幸せに過ごせるかというところですね、最後お話聞いていただければ、すごく皆さん自身が、あ、だからこうすればうまくいくんだというところが分かっていきます。そのミクロのミクロのミクロの層がどうなってるかなというところで、量子レベルのところですね、お話入っていきたいと思います。では画面の共有です。現実から逃げていると幸せになれない仕組みですね。このところ、幸せになりたいと思いました、だから覚醒したいとか悟りたいとか、極端かもしれないんですが、あと一体感を得たいと、ブレていない状態で得たいととかですね、会話で説明させてもらっているこのゼロポイントフィールドを直結で得たいというところ、どうやればいいのかなというところです。このそこってね、何かすごいセミナーに出てね、ものすごくこう元気になったとかですね、宇宙空間に行ったとかですね、このすごい本に出会って、もう衝撃すごいことに出会ったっていうことではなくてですね、そこからも入れるかもしれないんですが、それでも一瞬かもしれないと。で、そのところ、ゼロポイントフィールド側が、このアインシュタインも言っている、なんと神様側のところであってですね、この宇宙飛行士さんも言っているですね、このすべての命の源側ですね。このアインシュタインがですね、言っているのは、たとえ質量や原子、質量が原子や電子やいやですね、運動に転化しようとしたとしても、それは依然として実在であって、永遠のエネルギー、つまり不滅のエネルギーの一つの姿なんだと。そしてこの創造の統一性こそが私の言う神なんだというふうに神って言ってるんですが、この重さ、まあ、E イコール MC2 乗っていう式があるんですけども、この M ですね、 M がキログラムですね。キログラムがこのエネルギーに転化するとか、運動に転化しようとか、で原子とか電子とかに物質がなろうとしても、それは依然としてこの実在っていうのは物質側というかな、この世に現れてる側であって、でその元の永遠のエネルギーっていうのが、こちらはですね、ゼロポイントフィールド側のことなんですけども、不滅のエネルギーとか創造の統一性っていうこともゼロポイントフィールド、もう素粒子をどかした素粒子を全部どかしたところの源に根源に存在しているエネルギーがゼロポイントフィールド、そこがアインシュタインにとってのですね、この神というところ、これがまあ日本神道でも言っている本質の神様側ですよということなんですね。で、ラッセル・シュワイカートさん、この方何回か出させてもらってるんですが、アポロ9号の乗組員だった方が宇宙空間に浮かんでる時に、こうして宇宙のここにいるのは私であって私ではないと。で、全ての地球の生命としての我々であって、今生きている命だけではなくて、かつて生まれては死んでいった全ての命、そしてこれから生まれくる全ての、まあ、未来のですね、生命を含んだ我々なのだと。だから個人個人の命の元のエネルギーの元ですね、それが偉大な生命の輪のつながりに連なっている自分が見えたという命の源側が、このゼロポイントフィールド、ここに存在していますよというところがですね、このゼロポイントフィールドってどこにあるのかなと、お空のね、なんか雲の上とかですね、宇宙空間って宇宙の、ね、大気圏の外っていうふうにおっしゃる方もいらっしゃるんですが、このゼロポイントフィールドっていうのは素粒子を生み出す源であって、皆さんの体とかですね、皆さんのお相手の方とか、パソコンとかですね、建物、車とか、お父さん、お母さんとか、学校の先生とか、校長先生とか、社長さんとか、職場のスタッフさんとか、お客さんのですね、ミクロのミクロにこのゼロポイントフィールドがあります。まあ、ここ全部偏在してますと。で、物質側、肉体側を見るんではなくてですね、何を見ればいいかなと。お相手の素粒子層にですね、皆さんからの丁寧に心を込めるとかですね、この大切にするっていうことを響かせていくと。で、そのことがですね、そのまんまこうゼロポイントフィールド側であって、もう悟りの境地側ですよというところですね。で、やりがちなのが、あいつめんどくせえからいいや別にいい加減でみたいなとかですね。で、その時がですね、こう物質側になっていて、で幸せ、まあアインシュタインの神様側とかゼロポイントフィールド側からは離れてしまっていると。めんどくせえからいいや適当でってやってるとですね、私もここずっとかつてやってて、それでもう嫌な思いというかな、自分がそういうふうにいい加減にこう扱われてですね、だからこう丁寧に接するということを意図しています。
から面倒くさい相手に対してですね、このなんか嫌なことされてきたとしてきたと、生い立ちの上で何かあったんだろうなというふうにお相手のこう背景を組むとか、丁寧に対応すると。でその肉体側のもっとミクロの素粒子層にですね、皆さんからの私からのこの意識をですね響かせていくということです。でこれがですね幸せの世界に入っていくんですね。でゼロポイントフィールド側であって愛感謝の世界です。でそれがですね本当にこの地に足がついてる状態、地に足ついてないって私もかつて相当言われていて、それはもう物の側だけ見てお相手のミクロの層を見ないでめんどくせえからいいやみたいなことを私がやってたので、それでそれがまあ地に足がついてない状態、地に足がついてる状態っていうのは本当にこのミクロのミクロの層にも丁寧を込める、大切にするを込めるということですね。現実の目の前のミクロを見ないでですね、このいい加減にやってるとですね、この現実を見ていないとどんなにこの例えば高額セミナーをかけても全く意味がありません。で、綺麗事だけでですね、ご自身の言葉とか文章とかに周波数が乗らないと。で、周波数が乗るっていうのは本当にこうミクロの層に心を込めていくということです。で、まあもし誰あなたがですね、居心地が悪い、居場所がないと、で現実がおかしなことになってるなと、心が痛いなという時にはですね、ぜひまず自分自身の心のミクロの層にですね、そして目の前の、 あの自分のパートナー、奥さん、旦那さんに対して、自分の子供に対して、自分の親御さんに対して、この目の前の現象のミクロの響きをですね、見ていくと。それ見ていないからヒリ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 、心が痛くなったり、この居場所がないとか、居心地が悪いとか、いうふうになっていってしまう。で、開花のトレーナーさんたちもですね、このモヤっと感、するときはですね、この自分発信何かなということを探って、そういうこの自分発信が何かなということを探る癖ができているので、どん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 こううまくいくと。で幸せはですね、外側のこの、まあ、仕事の成功とか、ね、家族関係うまくいくっていう外側はです、外側であって、この自分発信がどうかなと、自分発信がどんな幸せ、どんな周波数を飛ばしているかっていう結果がこの幸せにこう現れてくる、自分の内側です。目の前のミクロの層であり、自分自身の体のミクロの層であり、このお料理の中のミクロの層であり、お子さんのミクロの層でありですね、自分の旦那さん奥さんの、ミクロの層に本当の幸せが存在しています。で最高振動数がお相手のミクロ旦那、まあ、今もしかしたら大嫌いかもしれないパートナーとか親とか、そのミクロの層に実は最高振動数が存在しています。ので宇宙の彼方とか誰か別の他の人とか、瞬間のこの出会いの人とかっていうわけではないんですね。なのでまとめていくと、幸せはですね、皆さんがあなたが心を込めたミクロに存在します。ミクロがこうゼロポイントであり、なの でどっか遠くにあるわけではなくて、瞬間自分自身の中にあるし、お相手の中にあるしということです。なのでぜひですね、皆さんがこの本当のこの幸せの世界に入りたいと思ったらですね、自分自身の心のミクロの層、自分の体のミクロの層とか、自分のお住まいのミクロの層とか、自分のパートナーとかですね、自分のお子さんとか親御さんとかのミクロの、自分の職場の人のミクロの層に丁寧に心を込めるということを徹していくとですね、本当にこうお相手の対応は全然変わってきます。ぜひその感覚をですね入っていっていただければと思います。関連動画はこのところにつけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらです。では今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。